このコーナーは皆さんの身近にあるものを高山地点で買い取ってもらう場合、一体いくらになるのか、その合計金額を当ててもらうというコーナーでございます。今回も高山地点丸野さん、お願いします。バリスキチームはブルーリボンの2人。イエーイ。いや何それ、カーピース新しいやつ、カーピース新しいやつ。今回のゲストこちらの方です。大谷静子です、よろしくお願いします。大ピース。大ピース。大ピース。瞬発力すごいよ。丸野さんがね、ちょっとゲストが可愛らしい時のヒントの出し方がえぐいです。嬉しい。丸野さん。丸野さん。そこ我々逃さんようにする。すごいんです。だからもうこのブルーリボンの2人のこの106回の経験値を上回る。はい。頑張っていただきたい。応援します。それではルールの説明です。お題は2商品、正解の査定金額の合計により近い予想をした方が勝ちです。そして敗者には罰ゲーム、今回はタンパク質が豊富な珍味を食べてもらいます。さあ、それでは今回の商品こちらでございます。オープン。じゃん。高級品だ。査定ナンバー1、シャネルのワンピース。丸野さん、ワンピースなんだ。こちらがですね、2019年の春夏のモデルになってます。マリンボーダーで人気の形にもなりますの で定価がですね、多分30から40の間ぐらいする何回か使用されて、まあ、綺麗は綺麗なんですけれども、まあ、中古っていう感じです。アパレルはやっぱどうしても金額はなかなかつかないですね。つかない、はい。自分がこの状態のシャネル持ってて、うん、3、40万して、うん、この状態で売るならこんくらいで買ってくんないとなみたいな値段はある、ね、そういうことよね。だからもう本当そういうことなんよ、うん。さあ、そして査定ナンバー2、ヴィトンのバッグでございますが、丸野さん、これはどういったものでしょうか。こちらは現行でも販売されてるモデルになってます。で、今流行りのチェーンショルダーでサイズ感もちっちゃく、定価がですね、税抜きで26万の販売。26万、めちゃくちゃ状態いいですね。これもう多分1回使ったかなぐらいですね。下手したら使ってないかもしれないです、はい。うおー、あ、いいよ。あ、いいよ。回っちゃうよ。あ、いいね、いいね。買っちゃいなよ、買っちゃいなよ。26万円。あ、合うよ。初ビトンですよ。合うよ、もう。今日の今日の金付きのギャラで買いや。いやちょい足りんか。いやちょいどころじゃない。いや今日最終回ギャラいいな。今回のお題はシャネルのワンピースとルイビトンのバッグ。皆さんも一緒に考えてみてください。それでは査定ナンバー1、シャネルのワンピース、予想金額を両者同時オープン。12万。18万。おお、いったね。まあ、その状態の良さだったら、その定価から10万くらい安かったら買うかなと思ったので。確かにね、はい、18万です。まあ、お値段がちょっとこう伸びにくいっていう部分で、まあ、それでもやっぱ15円で買い取ってくれるのは大変ありがたいことだな。だ、14、15、12、14、15で18ぐらいで売るんのかな。なるほど、確かにな。いやでも分かんないです。シャネルのワンピースこちらです。じゃじゃん。さあ、これはどうなる。そっちのパターンか。いや、ちゃんとヒントくれてたんや。定価がすごく高いんですけど、やはりあの売り値が結構お安くなるんですよね、二次流通になってくると。なので買取金額ギリギリまで出して8万というところになりますね。 うちの売り値が12万前後ぐらいになってくるお品物になります。ここ12万でこれ買えるんですか。1問目の結果はご覧の通り、大きく外してしまった大谷静香、2問目で逆転なるか。合計金額に近い方が勝つ査定ダービー、ともに予想を修正し、いざ決戦です。2問目の予想はこちら。1問目のオーバー分を加味し、勝利のためにあえて1
1万円と予想した大谷静香。一方ブルーリバーはオーバーした4万円を引いた予想で勝負。勝つのはどっちだ。査定ナンバー2、11万超え、ビトンのバッグ11万超え、こちら、じゃじゃん。うおすごく欲しい品物なのでギリギリまで、はい、あとビトンが今人気は高いのでこういうモノグラム柄ですね、ビトンらしさもありますのでこの金額ご提示させてもらってます。2問目の結果はこちら。1問目の誤差を挽回できたのはどちらなのか。2つの合計買取金額は26万円、それに対しブルーリバーは23万円、そして大谷静香は19万円。さすがのブルーリバーが貫禄勝ちを収めました。罰ゲームは大谷さん。内容を知らない罰ゲーム怖すぎる。今回お持ちしたシャネルのワンピースですが、シャネルのアパレル類ですね、今高山支店強化買取してますのでぜひお持ちになってください。ヴィトンのバッグに関してはですね、今回お持ちしたバッグ以外もですね、古い方でも買取の方強化してますのでぜひ高山の方にお持ちください。よろしくお願いいたします。罰ゲームに挑むのは大谷静香。タンパク質が豊富な珍味とは一体。これ目隠しをちょっといいですか。ちょっと待って、え、怖いな。移動しますね。え、嘘でしょ。クロちゃん式に行けますかね。はい、はい、ここでテレビをご覧の皆さんにはネタバラシ。今回はコオロギを食べてもらいます。うわ、なんか破片が、破片破片。じゃあお手手を手出してもらっていいですか。でかいね。でちょっとチクッとするかもしれないけど、びっくりする。チクッとする、びっくりするよ。ちょっと待って待って待って、怖い怖い怖い、どういうこと、どういうこと。ちょっと待ってくださいよ。乗せますよ。乗せます。動く。あー、なに。あ、動かない。え、これいいですか。あー、なに。ちょっと待って。うわ、乗せる。あー、なに、乗せるね。これ乗せてるの。あの、香りをちょっとマスク下ろしてもらって嗅いでもらっていいですか。はい、あ、でもすごいコンソメの匂い。お、お、あ、じゃあ美味しそう。いいね、食べますよ。はい、いただきます。おー、いい音。ん？めっちゃいい音。どう味？なんか駄菓子。おー、おー、しーちゃん駄菓子好きやけどね。うん、うん、うん、おいしい。おいしい。とかお酒飲みたい。おー、おー、つまみにね。じゃあ目隠しを外していただきましょうかね。外しますよ。はい、せーの。ん？今回今回罰ゲームだったのは山形コオロギ、すごいね、うわー、ガーリックマッシュルーム味でございました。いや、味わうな、味わうな、味わうなって。3匹もいっちゃってる。3匹もいったよ。3匹いってましたよ。マッシュルーム言われなかったらめっちゃ美味しい、うん、味付けはね、だって、うん、そう、今回ですね、山形産の2種類のコオロギをミックスしておりまして、山形産のマッシュルーム、赤ニンニクを使って丁寧に仕上げております。サクサクとした食感、濃厚な旨味を楽しめます。白ワインにもおすすめです。あー、いいね。あ、じゃあお酒に合いそうっていうコメントは、じゃあ、ね、バッチリ作った方はもう喜んでますよ。いや、でもこれ言われんかったら本当に分からん。でもこれ、ガーリックがやっぱいい仕事を。あ、本当だ。いや、でもこういうこと、知らぬが仏ってこういうことやなって。いや、賢くなってますよ。バリスキエンディングでーす。さあ、しーちゃん来てくれました。はい、まあ、バリスキ初よね、もちろん。初バリスキですよ。いや、ありがたい。チラパン時代もしーちゃんないよ ね、 いよね。やっぱほら、制作費2万円でやるよ。いやいやいや、さすがによ、さすがにもちろん。なんかこの組み合わせよく見てます。よく見てます。本当に東京戻りようよ。毎回空港まで行ってみんなおらんくなった後、普通に実家帰るのよ。タクシーがブーって行った後に行きました。フェイクなんです。フェイクで。ありがたいです。またまたぜひぜひ、テレキューの番組いっぱい出ていただきたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。さよなら。バイバイ。
口元だけで不安がめっちゃ伝わってる。確かにね。こういうのってさ、見て食べるやつじゃない。